今回は今井権太夫を祀っている今井権現を紹介します。権現さんの赤ちゃんが風邪ひいた。権現さんの赤ちゃんが風邪ひいた。権現さんの赤ちゃんが風邪ひいた。それは権兵衛さんだから。それとナレーションアプリは音程取れんのやから、そんなんできんでもええねん。私は歌って踊れるナレーションキャラ目指してるんで。そんなんは初音さんとこのミクちゃんに任せといたらええねん。今井権現は奄美空港から北西に約 24km のところにあります。龍郷町アンキャバの蘇鉄群生地近くのこの建て札を目印に入っていってください。道は狭く、デカボコで外れると崖なので気をつけて走ってください。途中から土道になり、雨上がりとかはさらに滑ります。神社に向かうまでに絶景を楽しむことができます。多分ここの神様もこの景色を気に入ってるだろうと思います。今井権太夫は平幸盛の命を受け、ここ龍郷町アンキャバの今井崎で源氏の追手の見張りを行っていた。今井権太夫はアンキャバの海辺に石で牡蠣を作り、魚を取っていた。この漁法が平家漁法と伝えられている。魚が多く取れた時は戸口の雪森に、さらには浦上の有森にも持って行っていたそうだ。道しるべはなくなってますが、左が今井権現になります。まずは今井権現から。この先もう少し車で行くことができます。1週間に一度の会場の状況報告を権太夫は雪森の息子にお願いしたのだが、雪森の息子は浦に住む恋人といる間に権太夫からの報告を伝え忘れてしまった。報告が来ない戸口の城では息子も権太夫も源氏にやられてしまったのだと大騒ぎになっていた。騒ぎを知った権太夫は責任を感じて自決した。それを知った雪森の息子は、自分の不埒から起こったことで決して許されることではないと切腹した。この話で恋人に会ってたのは雪森の息子ではなく権太夫だったというものもあるので、他にも諸説あると思う。階段の一段はかなり高く、段差もまちまちなのでかなりきつい。階段の石は崩れているところもあったり、雨上がりは滑るので気をつけてください。
釜尾神社に回った侍像のようだが、頭と両手が欠けていた。反対側には像自身がなかった。琉球大蛇、毒がありません。神社近くを守護していました。やっと到着。足腰膝がガタガタです。雷が鳴り出しました。見にくいですが、太陽と三日月が帆掛け船のようになっており、雲の海を航行してるかのようです。社の横からぐるっと一周できるのですが、神聖なところなので関係者以外は行かない方がいいのかも。雲の巣は張ってるし、ここに来る途中蛇やトカゲをいくつか見てるので、枯葉の下の木の根が蛇にしか見えなくてビビりながら歩いています。木の上にハブがいたらもうアウトかもしれません。
階段を下ってる途中で雨が降り出したので、今回は今井権現のみとなりました。決して足腰が痛くて諦めたわけではありません。お間違いなきように。今回はこれくらいにしといてやるわ。気に入っていただけましたら、高評価ボタン、チャンネル登録をよろしくお願いいたします。